CIA によるバージン諸島の地図。地図の北東には姉ダ島、南には線と黒い島が描かれている。バージン諸島はカリブ海の西インド諸島にある約160の火山性の島と岩礁からなる諸島である。プエルトリコの東、小アンティル諸島の最も西部に位置する。小アンティル諸島の一バージン諸島の西側半分は約50の島々からなるアメリカ領で、 東側半分は約60の島々からなるイギリス領となっている。アメリカ領とイギリス領にそれぞれ3つある人が居住するメインの島以外はほとんど無人島である。また、プエルトリコに属する付近のビエケス島やクレブラ島などの島々は地理的にもアメリカ領のバージン諸島のすぐ近くに位置することからスパニッシュバージン諸島とも呼ばれている。アメリカ領 バージン諸島は50を超える諸島で、ほとんどが無人島。多くの人が住んでいるのは、首都があるセントトーマス島。島の75%以上が、国立公園のセントジョン島。一番大きな島セント、黒井島。1600年代からデンマークに統治されていたが、1917年、アメリカ合衆国に2500万ドルで購入されて、以来、アメリカ用、バージン諸島となっている。 イギリス領、バージン諸島の主な島は、トルトラ島とバージンゴルダ島で、主婦は、トルトラ島のロードタウンである。リチャード・ブランソンが所有する、ネッカー島もここにあり、セーリング、スクーバダイビングなどを楽しむことができる。バージン諸島の名は、コロンブスが最初に発見した際、人間によって汚されていない自然なままの姿を、当時の西欧で広く数形されていた。 セイウルスラと一万千人の乙女の殉教伝説と結びつけて命名したものである。ウィキメディアコモンズにはバージン諸島に関するメディアがあります。ありがとうございます。